こんにちは、一貫張りのりあんです。今日はじゃーん、見てこれ何かわかります？帯を作ろうと思います。八寸帯。これは帯って反物なん知ってました？この間ちょっと買いに行った時に、自分で仕立てたらええやんってリオリエンの社長があっさりおっしゃるので、そんな簡単にできんのって言ったら、トンネルかがりっていうのが二重太鼓みたいに見えてええらしいで、自分塗ってみって調べてって言うて言われましたんでやってみます。これは八寸帯っていうのは着物初心者なんで、カジュアルに着物を楽しみたいと思っていろいろ最近チャレンジしてるんですけども、八寸帯っていうのは普段のお着物につけるような帯のことを言うそうです。帯芯なんかも入れなくって簡単にお仕立てして着る。昔おばあちゃんとか近所の人たちが普段に着物を着てたみたいな時に締める帯のことだそうです。それを今日は仕立ててみたいと思います。この動画の他に最近コクーンスカートを大島紬から作るっていう動画をアップしたらすごい見てもらえて、黒留め袖からのワンピースっていうのもすごい見てもらえて、あ、嬉しいな。やっぱこれお家で巣ごもりしてるから着物のリメイクとか皆さんしたいのかなとかちょっと思いました。で、もしおばあちゃんとかからもうあんた適当にしなはれとかって言って、こんな帯の反物もらって困ってる人とかいませんか？私は結構反物とかもらって、これ帯やでって言われて、嘘、帯って反物やん、そうって思ってたけど反物らしい。そんな人はちょっと手縫いで簡単にちょこっとできるみたいなんでやってみます。で、この動画の他に着物をリメイクする前の下ごしらえ、それにへこ帯でターバン、そして私の本業の一貫張りの作り方なんていう動画もたくさんやってますので、そちらもこの動画の下にリンクを貼っておきますので、よかったらご覧ください。今日のメニューの時間の目次みたいなものを、押したてかは何時とか、説明は何時とかっていう説明も下の説明欄のところに貼っておきます。この動画いいなぁ、また見たいなぁ、気に入ってくれたなと思ってくれたら、パソコンの人は右下にあるワンちゃんの緑のアイコンを押していただくとチャンネル登録していただけます。スマホやタブレット、もちろんパソコンの方も動画の下のチャンネル登録ボタンを押していただけるととても励みになって嬉しいし、新しい動画のお知らせが届きます。いいねボタンを押していただけるととても励みになって、調子に乗ってまた動画どんどん作るアップすると思いますので、よろしくお願いします。これです。今回使用するのはリオリエンさんのおしゃれ花刺し子っていうやつです。横に和紙を糸にしたもので折ってあって、シャリ感のある帯です。黒で刺し子柄、こんな感じの柄になってます。では早速始めます。八寸帯のトンネルかがりです。反物を広げてだいたい5メーターあるか確認してください。次に下のように畳んで寸法を確認してください。ここからここまでが3メーター40から3メーター60に折り曲げて、だいたい114、5センチあれば大丈夫です。確認できましたら、ここのお太鼓の部分をやっていきます。ここのお太鼓部分を折り曲げて、先を1、2センチここです、折り込みまして、折り伏せ付けをします。まつり縫いみたいな感じですね。この付け縫いができましたら、太鼓部分のこことここを10センチほどかがります。こことここも2、30センチかがります。ここが開いていて二重太鼓のように見えるという仕組みになります。になるとこやから指の長さくらいやよな。ええな、ええな。切るで、ハサミ入れるで。じゃーん。こわ。114センチあったらえらしい。測って計算して、本当は115センチなんですけど、ちょっと柄のバランスを見て私は114センチにしました。この八寸帯は帯芯とかも入れないので、よいしょ、初心者さんでもやりやすいっていう風に教えてもらいました。114センチ、ここを折り伏せ付けにするんやな。
5ぐらい折り込んどくって。キヌブリきっと和裁の達人の人とか見たら、違うって言うてたら、ごめんな。なんか待ち針打ったらいいんやろうけど、なんか落としたりとかなくしたりしても怖いし、物が大きいんで今日はがっつり閉じられるクリップにします。簡単な気持ちで始めたけど。あ、それでね、こうピーンとやって、こうやって、こうやって弾くと、糸のよりが取れて、くるってならないらしいですよ。でもやっぱここはちょっと、よいしょ。帯がシャリッとして硬いから、布みたいに持ち上げられないわ。皆さんどうしてるんでしょうね。クケ台持ってこよう。これ皆さん知ってる？バネクリップ。こんなんね。これ昔のクケ台の代わりに今こう固定するの。これあのクケ台のクケね。これをバネクリップに入れてテーブルに固定すると、ほらこんなに便利なものができるのよ。それでこれをバネクリップのリンクも下の説明欄のところに貼っつけときます。こうやってええんじゃん。で、こうやって、ちゃう？結構簡単にできそうな気がする。お着物はいろいろチャレンジしたいと思ってるんですけど、式とか、入学式とか、結婚式とかに着るような着方じゃなくて、普段お買い物に行ったり、ワンピース着たりするような感覚で着物着たいなと思ってます。一貫張りの祭事とか行くときに販売するときとか、こうドレスコートが着物だったりとかするところもあるので、それで練習するようになりました。指抜きも最近練習、指抜き使って縫い物できるように練習中です。去年の春に着物のこと分かるのは縫うのが一番と思って手縫いしてみたの。慣れてないからヘタっぴで、ごめんね。よし、できました。太鼓のところになる、こんな感じのお太鼓になると思います。トンネルかがりは、ここのお太鼓部分の端っこのここ、20から30センチだけかがります。そうすると、ここが二重太鼓みたいになるからだそうです。じゃあ、20から30センチかがる。はい、かがります。丸い気持ちで、よいしょ。から上に出て、下から上に出て、んで、こんな感じで両サイドを他に30センチかがっていきます。反対側も同じようにかがります。お太鼓の部分の裾の方がかがれたので、今度はお太鼓の方の上の部分10センチぐらいをかがります。カモン、はずきルーペ。よし、めっちゃ見える。やっぱりね、夕暮れ時はね。はーい。なんか結構簡単にできそう。ここはお太鼓の上の方の部分、お太鼓の端っこの方の部分20〜30センチと上の方の部分10センチぐらいだけかかります。実際お太鼓を締めてみないとね、分からへんね。お太鼓もまだ上手にできないの。 YouTube 見ながらやるの。最初に着付けちょっと教えてもらった時って、入園式とか入学式に着たかったから、訪問着の黒帯の二重太鼓を教えてもらった。今思えば無謀やね。教えてくれた友達に感謝やわ。無理、あんなテロテロの着物で。お箸にも長いし、でまた袋帯やろ、二重太鼓やろ。そっちの着品と着物の着付け方なんか忘れちゃうのに、そんな式ばっかり年がら年中あるわけないやん。忘れるって。やっぱ普段に締めれる。こういう八寸帯っていうの最近覚えたけど。とかいうね。あとね、今度ね、紹介しますけど、大人のへこ帯っていうのもちょっと買ってみました。それは締めるん超簡単。なんか去年ぐらいから耳にしてて気になってたんですよ。それを今度ご紹介しますね。まず今回はこの八寸帯を早くやってつけてみたかった。はい、10センチ縫えました。こうやって喋ってる間に10センチ縫えたね。反対側も10センチ縫います。
わかりましたね。はい、じゃあ、じゃあ、お散歩終わったら行こうね。はいはい、お散歩終わったら行きましょうね。はい、じゃあママ続きやりましょうね。はいはい、よいしょ、ハヒハヒ言ってるのはうちのちっちゃい方のワンちゃんです。うちのワンちゃんかわいいですよ。帯早いこと教え立ててしまわないことにはお出かけ行けないからね。緊急事態宣言が終わったら私着物着てお出かけしたいんですよ。もうみんなお出かけしたくない？教室もずっとお休みやから早いこと生徒さんと会いたいですね。リアル生徒さんとはちょっとズームで毎週一回飛んだけど、ズームや LINE で毎週ちょびっとだけおしゃべりして楽しんでます。皆さんね、こもっちゃうとね、寂しいし、私にもみんなから元気もらいたいですからね。勉強になりますしね、ズームとかあんまりやったことなかったけど、そうやってちょっとずつちょっとずつ練習させてもらって、またYouTube に見ていただいてる方とのね、なんかオンライン教室みたいなのできたらいいなーってちょっと思ってます。4月に大阪行きます。16、17、18ぐらいやったかな。お、メーカンエポック大阪、着物と和装関係の展示会、一般のお客さんも入っていただけるんですけど、それに出ます。そのためにいっぱい作らなあかんのに全然進んでません。上10センチ縫えました。よいしょ、こんな感じです。これがお太鼓になります。こうなります。そしたら次、手先の部分を仕立てていきます。ここの部分です。こちらは中表に2つに折ります。端からだいたい2センチのところをぐし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 と縫います。次にくるりとひっくり返すとこういう感じになります。そうしましたらここをかがっていきます。だいたい40センチぐらい。これで手先の完成です。三つ折りにして下で縫っちゃいますって書いてあったけど、私は結びやすいようにちょっと手先縫おうかなと思います。よいしょ、これもう切るのドキドキや。チーに紙糸を使用した独特な地風って読むの、お楽しみくださいって、こんな感じ。鼻差し、こう中表にして、よいしょと中表にして、よいしょ、折る、割るの手先違うよ、帯の手先やからね。2つ折りにして、紙が入ってるからシャキッと折れる。2センチのところをぐし縫いにし、4mm の規制をかけます。規制っていうのもよく知らへんかったんけど、この厚みのあるのはずれるから、その分規制をかけて、ここを2センチのぐし縫いにします。すごいサクサクっとできちゃう手縫いで、1時間かかってないに違うかな。じゃあ今から手先のところ縫います。ぐし縫いって書いてあったからほんまにぐし縫いにするで、ぐしぐし縫いました。でこれをひっくり返します。ちょっと折って、規制かけてキュッキュッと理解しましょうかね。ほっ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 、手先40センチぐらいかかった方が結びやすいです。40センチかかってみたいと思います。40センチここを埋める。もっと帯って硬いかなって思ったけど、別に硬くない。これ引っ張っていきます。なんかこの毛って慣れてきたら便利。こうやって縫い物するときも引っ張ってくれるし、紐のほどくときも引っ張りながらほどくと綺麗にほどける。自分の手がもう一本増えたみたい。丁寧に楽しく縫えたらそれでよろしいと思います。刃物でやり出すまでは時間がかかるんですけど、やり出したら小1時間でできちゃう。かからない方がタンスに入れたりとか畳みやすいって書いた聞いたんですけど、かかっちゃいました。はい、できました。できたよ、ハッスン帯ほんまにサクッとできたよ。はい、できました。垂れ先お太鼓になります。こんな感じの
大根になります。で、手先2つ折りにしてできました。畳んでみよう。みしょ、すごい簡単やった。帯できました。ももちゃんの、ももちゃんのこれペッピョにいける。ももちゃん映ってましたはい、なごちゃんでした。はい、なごちゃんです。はい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 、ももちゃんです。はい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 、喧嘩しないよね。早速着物着てみます。はい、できました。どうですか？トンネルかがりの八寸帯できました。ここが空いてるから涼やかな感じで、ちょっと二重太鼓風に見えるかなっていう感じです。作るのは手縫いで、だいたい1時間ぐらいでできました。結構簡単だったので、お家で反物のまま帯が眠っている人はぜひ作ってみてください。普段にバンバン締められたらいいなって思っています。トンネルかがりの八寸帯やってみようとか、そうなんだとか、チャンネル登録お願いいたします。また楽しみにしてるよとか、いいねくれたら励みになりますので、よろしくお願いします。カジュアル着物を練習中のリアンでした。ありがとう。バイバーイ。くるくる回っちゃう。